はい、こんにちは、ミスター山田です。今回はですね、40センチ水槽になります。で、この水槽はですね、ブセの森を作ろうっていう風に、感じで、アップしてた水槽になります。で、生態の方はですね、温州三色メダカと、レッドチェリーシュリンプで、ヤマトヌマエビと、あとはオトシンと、サヤミズホックスですねが入ってます。で、温州三色メダカですね、こちら多分8匹ぐらい、最初、確か入れてたんですけども、今ですね、5匹ぐらいになりました。いつの間にかですね、ちょっと減ってしまって5匹ぐらいになったんですけども、まあこの5匹はですね、多分もうこのまま、ずっとこう成長、して、大人になっていくんじゃないかなと思います。で、この温州三色がですね、今だいたい 2.5 センチから3センチぐらいですかねの大きさになってます。で、まあ今こう画像でも多分見えると思うんですけども、だいたいですね、柄が出てる子っていうか色がついてる子が3匹で、若干、白っぽい子が1匹と、若干こう少し色が出てる子が1匹って感じですね。まあこれからですね、まあメダカの場合っていうのはある程度、制御になるにつれてどんどん柄が出たりですね、色が変化していくので、これからもですね、まだどんどんこう色が変わっていい個体になっていく可能性もあります。で、まあせっかくなんでですね、ちょっと、寄ってですね、見ていこうかなと思います。はい、ちょっと手持ちの、撮影になります。で、ちょっと暗めにした方がですね、少し色とかが分かりますので、ちょっと寄ってみますね。もうちょっと見えないんですけど、こんな感じで、ちょっと見にくいですよね。ちょっと白い子たちですね、若干白めの、ちょっと暗めにすると見やすいかな。この子たちはちょっと色がついてないですね。この子はちょっと白めの子で、この奥の子とかはですね、若干ちょっとこう色が、若干乗ってますね、オレンジ色。この子も白、なんか白っぽい子はちょっとこうみゆきっぽい光り方をですね、してる子もいますね。こんな感じですね。まだですね、3センチから 2.5 センチくらいなんで、そこまで、柄が出てるわけじゃないんですけども、こんな感じでですね、若干今もう3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。で、この子たちは多分4ヶ月ぐらいもなるのかな。なので、もうそろそろですね、もう4月にも入ったんで、だいぶ気温もですね、外の気温が暖かくなってきたんで、そろそろ屋上メダカ水槽の方ですね、移していこうかなと思っております。で、やっぱりこの水槽で飼うよりですね、やっぱそういう野外、外とかでですね、飼ってあげた方がやっぱり成長大きくなるのはですね、多分外で飼った方が全然、大きくなりますよね。なんで、もうそろそろですね、だいぶ気温ももう20度近く、昼とかはですね、なってるので、もうそろそろ屋上の方に、出してもいいんじゃないかなと思います。この子とかもですね、結構こんな感じで色づいてて、これ本当にこうちょっと制御にならないとまだわからないですよね。で、だいぶ縄張り意識が強くなってですね、こうやって追いかけ回したりするような感じになっております。ブリクトコリネとアヌビアスナナとウォーターフェザーとミクロソリウムとかですね、そんな感じの、水槽になっているんですけども、やっぱりですね、どうしてもこの成長が遅い、水草になりますので、まあ今3ヶ月前回のアップから3ヶ月か4ヶ月ぐらいですかね、経ってるんですけども、まだですね、さほど変化がないです。なんで、まあこの水槽は多分、まあ、1年ぐらいですかね、1年以上かけて、まあ、作っていくような感じになるんですかね。まあ、3、4ヶ月でそんなに、まあ、変化もなく、でやっぱり低所が、多い人なんで、こういう下の方の、干し草ですね、
干し草もやっぱりあのソイルに比べるとあのどうしても成長が遅いっていうか、まあ、今の大きさが限界なのかもしれないですけども、あの若干葉先もちょっと赤くなって枯れてきてるような感じでなってます。であのやっぱ一応 CO2 とかも添加してるんですけども、やっぱりどうしてもですね、やっぱソイルの方がやっぱ成長がいいような気がします。まあ、だけど、まあ、最初に比べるとやっぱだいぶ大きくなってるような感じになりますね。でこっちの、クリプトコリネですね、クリプトコリネの、ブラウンかな。でこうやって見てみるとですね、若干チエビっぽい、やつとかも結構いるんですよね。あんまり寄りすぎるとピントが遠くるんですけども、うん、こういうやっぱメダカ水槽でまだメダカもですねちっちゃいんで、まあチェリーレッドチェリーシュリンプですねの、稚魚、稚魚じゃないチエビたちっていうのも、すくすくと、育てれる、うん、なんですね。下の方とかもチエビが、チエビって言ってもまあこれ多分もう生まれて1ヶ月ぐらい経ってるんでしょうけども、うん、こんな感じで。まあ、エビにとってはかなり、いい環境じゃないかなと思います、ね。でこういう、まあ、ブセとかもですねそんなにまだ、増えてる感じは、しませんですけど、まあ、悪くもなってないんでこのままやっぱりですねちょっと、時間をかけながら、もうちょっとですね増やしてっていうか、どんな風になっていくかですね、見守っていきたいなと思っています。でまあ温州三色ですね、これから今もうメダカシーズン入ったんで、まあこの子たち多分ちょろっと見た感じではちゃんと、ですねホストメスがいるみたいなんで、この5匹からですね、これからまたどんどん、増やしていきたいなと思っております。で、うん、この温州三色ですね、最近ちょっとアップしてなかったんですけども、ですね、今回、3、4ヶ月経ってそろそろ、屋上メダカ、屋上の方にですね、放とうと思ってるので、今回アップしてみました。でまあこの水槽もですね、まあこの、メダカ屋上にやってもですね、また、このブセとかですねこの水草等ありますので、こちらの、水槽もですね、定期的にアップしていきたいなと思っております。はい、じゃあ今回はですね、まあこのブセの森を作ろうっていう水槽とあと温州三色の、経過報告ですねということで、今回アップしました。